おはようございます。おはようございます。はい、ご挨拶ですね。私たちが一番大切にしていること、それは子どもたちの主体性を尊重することです。これからの社会を力強く生きていって、社会に貢献できる人になるために必要なこと、それは自分の頭で考えることに他なりません。これが全てのスタート地点だと考えています。私たちの保育では、子どもたち自身が自分の頭で考えて、そして選んで決めて最後までやり遂げる、こういったプロセスを大切にしています。お友達と相談したり協力したりすることで社会性を獲得していきます。そしてそのしたことをその過程も含めてお友達や保育教諭に認められる経験を積み重ねていきます。そうすることによって子どもたちには自信や自尊感情や自己肯定感が生まれてきます。目標を達成する力、他者と協働する力、感情を制御する力、こういった力を非認知能力と言いますけれども、こういったものも獲得をしていきます。子どもの学びは自発的な遊びです。私たちは子どもたちが自発的に遊び込めるように環境を整えて、遊びが発展していくことを温かく見守っていきます。ご家庭と一緒に子どもたちの幸せな未来を育んでまいります。